お疲れ様です。それです。11月のというので始めていこうかなと思います。Twitter だったり SNS、X かをご覧の方はもうご存知かと思うんですが、11月1日付で、うちのボーカルのシュンが脱退しまして、これからビアショーは4人編成での活動となっていきます。そして今日はその4人編成になって1日目のライブ。まあ新生ビアじゃ1日目というか、まあこう、ずっと Vlog 見てる人とか応援してくれてた人とかは結構複雑な気持ちの部分が多いかと思うんですが、はあ、まあ精一杯ねライブやってねバンドを続けていくんだぞっていうのがこう見てくるかお客さんに伝わるようなライブにできたらいいなと思います。ちょっと運動不足が高くてちょっと道玄坂登るのがしんどいですね。まあもうすぐラママ着くんでね、まあ全然仕事終わりのスーツのままなんで、はあ、まあ程よい感じに準備してね、程よくライブ頑張れるようにしたいなと思います。そんな感じで行ってきます。それです。まあ本番まではまだまだ少し時間があるのでね、ゆっくり準備ができて息も整えられてとてもいい感じです。なんかラママ来るのはすごい久しぶりな気がするんですけど、やっぱりそのスタッフさんとかも知ってる人とかいっぱいいて、なんか結構そわそわした部分があったんですけど、まあ、落ち着いてライブができそうな感じがしてきたんで非常にいい感じだと思ってます。そのうち、はあ、結構今日は若いタイプの方が多くてフレッシュな感じなんでね、負けずに25歳のフレッシュな感じがしていきたいなと思うんで、頑張っていこうと思います。その字やってきます。お疲れ様です。それですライブ直前です。ちょっと見えたか分かんないけど4人です。まあできることをやるだけなので、まあ、変に気負わずいつも通りのライブができるようにね頑張っていきたいなと思います。そんな感じです。なんかいい具合に肩の力が抜けてきた感じがします。やってきます。Thank you.
したあ、ごめんということでね、無事16本目終了でございます。はぁ、あとにいや、これから物販やったり片付けたりでいろいろ大変なんでね、もうちょっと頑張ってこようかなという感じでございます。じゃあバナナうまい、バナナうまいってよ、行ってきます。はい、お疲れ様でした。ライブ終わりました。してマスクを直しました。なんだ、何から話せばいいんだ。まあ、非常にいろいろなことがあったわけなんですが、まあ、今日は4人編成で初めてのライブで、まあ、こういう形でちゃんとライブをやりきることができて非常に良かったかなと思います。風が強い、声入ってるか分かんない。まあ、ライブ見てくれた人は分かると思うんですけど、売り上げは止まりませんので、これからも応援していただければ非常に嬉しいです。次のライブは11月22日に池袋エッジ、これはまた先輩たちに守られながらハサミちゃんのライブやってくるかなと思うので、ご期待して待っていてください。そんな感じ。なんかやっぱり旬がいなくなってステージが広くなったなっていう感じですね。まあ、それを埋められるようなパフォーマンスとライブをやっていくので応援よろしくお願いします。じゃあ今日のところはそんな感じで、お疲れ様でした。はい、俺です。まあ無事到着して着替えも終わって、まあこれから準備の前にちょっと写真撮ったりとかしないといけないんですけど、まあ無事間に合ったんで良かったです。なんかYouTuberのハルクみたいな。なんか知らんうちに緑になってる人がいますが、まあライブはいつも通り頑張ります。撮影をします。いいと思う。こっちから見方撮影終了。本番頑張ります片付け頑張ります。お疲れ様です。片付けも完了しまして、今普通に先輩のライブを楽しんでいるところです。楽しんでる、勉強させてもらっているところです。まあ、まだまだ勉強できることいっぱいあると思うんでね、最後まで気を抜かず頑張ってもらおうと思います。そのうち行ってきます。
やってますね。ファーストフードランナーのセブヤマと、そしてテクニティミラノホークから住んでいただいてます。そして昨年ジュニアを作りました、シルヤクラブとアトロレのワンマンライブの DVD などなどを展示しています。人気に取っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。宮沢物販席開いてます、ぜひ手に取っていただけると嬉しいです。いろいろ持ってきてます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。お疲れ様です。それです。これから打ち上げ行ってきます。僕はちょっと珍しく明日はお仕事休みなんで、今日は朝までコースでございます。ただ非常に残念なのが、僕ちょっと今日運転になっちゃったんでお酒飲めないです。どんまーい。まあ朝まで頑張ってきます。お疲れ様です。ということでね、打ち上げも無事終了しまして、気をつけて帰るところでございます。11月ライブ今日で全部終わったんですけど、まあ、4人になってからまあいろんなことはあると思いますが、この調子で頑張っていこうかなと思います。12月はねライブが山ほどあるんで、まあなんとか気持ちを強く持って最後まで走り抜きたいなと思うんで、また来月の Vlog もね楽しみにお待ちください。そんな感じで、じゃあまた次回でお会いしましょう。お疲れ様です。